空の城武田城の麓で、お米作りをしています河本農場です。河本農場では、コウノトリ育む農法を中心としたお米作りと地域の伝統野菜である、岩津ネギっていうネギを主に作っています。コウノトリ育む農法は、田んぼに生き物を豊かにして、田んぼの環境を昔のように戻していこうっていう取り組みの一つで、普通の栽培と大きく違うのは、化成肥料を使わないということと、農薬の散布の回数を減らすっていうことです。で、コウノトリ育む農法の田んぼには、クモとかカエルとか、たくさん増えてきますので、それを食べに来るコウノトリであるとかサギとかたくさん増えます。で、美味しいお米が取れるっていう農法です。岩津ネギは、生野銀山の冬の食料として昔から栽培されてたものです。で、生産者の方が高齢になられまして、平均年齢で70歳ということになってまして、僕たちはそれが困ったなっていうことで取り組んでます。で、岩津ネギも農薬を使わないことを頑張ってやってまして、普通20回とか、散布するものを、除草剤1回だけっていう風な作り方をしています。で、これから冬になるので、とっても甘くて美味しいネギが取れます。河本農場では、河本農場、僕が現在社長ですが、先代の社長が、米粉麺っていうものを作りまして、でそれを食べさせたいという思いが強く、直営店という形でご飯屋っていうお店を開いております。朝ごしに来られた際にはぜひお立ち寄りください。